マッテオ・グアリーゼは、イタリア出身の男性フィギュアスケート選手、ローラースケートフィギュア選手。パートナーは、ニコーレ・デラモニカ。2014年、ソチオリンピックイタリア代表。2008年に、サラベネルッチと組み、ローラースケートフィギュアのペアで、世界選手権において、優勝を果たす。2010年1月、フィギュアスケートを始める。ロシアやアメリカで練習を積み、 ケイトリン・ヤンコースカスラとトライアウトも行った。2011年11月、ニコーレデラ・モニカペアを結成。世界選手権にも出場を果たした。2013から2014シーズン、ソチオリンピックに出場。2014から2015シーズン、ニースハイで国際大会初優勝。2015から2016シーズン、エリック・ボン・パールハイの SP で初めて60点台を。 記録。ワルシャワ杯では、自己ベストを30点更新し、銀メダルを獲得した。イタリア選手権では、オンドレホタレックに、初めて勝利し、初優勝を果たした。シカゴ・クリニック・ブリングズ・ペアズ・スケーティング・アップ・クローズ、アンド・パーソナル、ハット・ジョー、アン・バーナズ、ケイトリン・ヤンコ・ースコス・イズ・プリペアード・バット・アンペド、ハット・デラ・モニカ、グアリセン・オーバ・コピア・ディ・アーティスティーコ・イタリアーナ・パリ。 同時多発テロ事件によるフリー種目の中止で SP の順位が最終結果となった。ありがとうございます。